花月は日本海軍の駆逐艦。秋月型の13番艦。秋月型の第2グループとして冬月型に分類する文献もある。花とは桜の意味で、花月は陰暦3月の遺症である。花月は日本海軍が太平洋戦争末期に建造を及び運用した秋月型駆逐艦。 前鶴海軍交渉で1944年2月10日より建造が始まり、同年12月26日に竣工した。竣工後は訓練部隊の第11水雷戦隊に所属した。1945年3月15日、第31戦隊の第2艦隊に編入に伴い、1ヶ月も第31戦隊に編入され、間もなく同戦隊の帰還となった。 3月中旬のクレ軍港空襲では、対空戦闘を実施する。4月6日から7日の第二艦隊の沖縄水上特攻作戦では、文後水道まで同行して、対戦紹介を実施している。4月20日、第二艦隊の解体に伴い、第31戦隊は、連合艦隊付属となった。5月20日、第31戦隊は、新編の海上停戦部隊部隊に所属した。 終戦後、カゲツはアメリカ海軍に引き渡された。カゲツの歌唱艦名は第366号艦。1944年2月10日、マイズル海軍交渉は第366号艦を寄港した。当初は三菱長崎造船所で建造される予定であったが、戦標改定により、マイズルでの建造に変更された。 飛行から竣工までは3 2 0日しかかからなかった。初期の秋月型に比べ、構造の簡易化が図られるとともに、比重を大幅に増強していた。同年8月25日、第366号艦は、か月と命名され、同日府で、秋月型駆逐艦に類別された。同年10月10日、か月は浸水する。10月29日、 マイズル海軍交渉の下月偽装院員事務所は事務を開始した。同年12月1日、日本海軍は、東秀夫中佐を下月偽装院員長に任命した。12月26日、下月は春行した。同日府で下月偽装院員事務所を撤去する。東中佐は下月駆逐艦長となった。収益後の下月は、訓練部隊の 第11水雷戦隊に編入された。残光時を終えて1945年1月20日に、舞鶴を出港して、瀬戸内海に開港される。この間、機関用設備の設置訓令が出され、機関設備、電管、炭素機銃の設置のほか、水雷用火薬庫を、機銃用弾薬庫に転換して、その代償として、魚雷二本が陸揚げされた。 瀬戸内海で訓練に従事するも、随幕園、患者3名が出て、防疫措置が取られたこともあった。1945年3月15日、日本海軍は対戦機動部隊の第31戦隊を第2艦隊に編入する。当時の31戦隊機関は松形駆逐艦、竹であったが、3日後の3月18日に竹に代わって、 第31戦隊機関となって、鶴岡少将の正気を翻した。同日、松ヶ拓畜艦各艦とともに、広島湾に移動して、戦艦、山和の名追を務め、3月19日の呉れ港空襲では、第58任務部隊の艦載機と交戦する。呉在白艦艇では、日向、大淀、天城龍鵬、海高、トネなどが損傷した。 カ月は3月21日から、クレ海軍交渉で修理を行い、単素機銃10機を増備した。3月26日、連合艦隊は、天候作戦発動を加齢し、第1遊撃部隊の佐世保進出待機を命じた。同日から27日にかけて、カ月は、重油250トンと弾薬、手護物品の搭載を行って、ヤマト、第2水雷戦隊。 軽巡洋艦矢作、第17駆逐隊、第21駆逐隊、第41駆逐隊の所管ともに、柱島白地、三田尻と移動した。4月5日、伊藤中将に対して、第31戦隊から駆逐艦4隻を抽出させて、全路相当隊を編成させるよう命令が出される。これに伴い、加や、牧とともに、徳山に開港され、 ヤマトなどへ燃料を移した後に、改めて燃料補給を行う。補給後15時に出撃し、ヤマト以下海上特攻隊に合流する。約1時間後の16時11分、ヤマトから分離命令が出されて、海上特攻隊と別れ、18時に屋内に帰島した。4月7日の戦闘で、海上特攻部隊は6隻を喪失した。4月8日、か月は、 屋内を出港して、第11水雷戦隊に合流し、訓練や懇談会を行った。4月19日、発電機修理のためクレーンに開港されて4月30日まで修理を行う。4月20日、大本営海軍部は、第2艦隊と第2水雷戦隊を、解体、第31戦隊と第11水雷戦隊を、連合艦隊付属とした。 また解体された第2水雷戦隊より、残存艦艇第7駆逐隊、第17駆逐隊、第41駆逐隊を、第31戦隊に編入した。なお、修理の間4月21日から26日の間は、機関の任を巻きに移した。5月20日、来たるべき、本土決戦に際し、小沢寺三郎中将は、第31戦隊、秋月型駆逐艦、 和木き、軽巡洋艦北上、駆逐艦並風で海上挺進部隊を編成した。海上挺進部隊司令官は鶴岡信道少将。内海西部に配置された海上挺進部隊の任務は洋撃機襲作戦と作戦輸送であった。ただし、第17駆逐隊は海軍法術学校の練習艦任務のため、 マイズル鎮守府部隊に編入されており、海上挺止部隊には加えられていない。か月は引き続き、第31戦隊機関の任務を務め、アメリカ軍の本土上陸に備えていた。7月頃より、本土決戦のために戦力温存、重油不足もあり、残存艦の多くは、樹木等を使って、偽装の上軽流し待機していた。ヤシロ島付近にて、霧、 横須と共に偽装計流し戦力を温存し、そのまま8月15日の終戦を迎える。8月26日、横須賀珠府第1予備区逐艦に定められ、10月5日に除籍された。戦後は福音輸送艦として用いられた。1947年8月27日に特別輸送艦の定めを解かれた。横須賀で特別奉還艦として、計流の後、 同年8月29日に、チンタオで、戦時賠償官として、アメリカに引き渡され、春ナンバー DD、DD-934 と仮命名される。調査終了後の1948年2月3日、北緯35度30分統計122度49分、北緯35.500度統計122.817度。 35.500122.817の地点で処分された。東秀夫中佐おちゅうさ、1944年12月1日から1944年12月26日、1945年12月20日、以降は、館長。東秀夫中佐第2福音館、第2福音事務館、福音事務館。 1944年12月26日から1947年9月5日、歴軍秋月付録では4式、水中超音気砲と機質の船体フレームの一部が掲載されているが、補足として実際に搭載したか明らかではなく、図の通り船底部が膨らんだ船体として完成したかも確認されていないとしている。ありがとうございます。